さんこんにちは、水野美術館学芸員の高田です。今回はですね、こちらです。川端流子展という水野美術館で開催のこの展覧会の絶対見るべきよと思ってるんです。で、その見るべき6つの理由っていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。じゃあこちらです。まず1つ目から、1、作品が魅力的。そう、川端流子の作品ってものすごく魅力的なんですよ。川端流子っていう名前を少しでも知っている方だったら、一つ大きなイメージがあるんですね。巨大な作品を描いた人というイメージが。で、確かにそうなんです。川端流子という作家は、会場芸術というものを掲げまして、彼が活躍した最初の頃の時代っていうのは、昭和の初め頃だったんですけれども、日本画が床の間芸術ってまだ言われてるような、要はもうこじんまりと掛け軸なんかで、個人で楽しむような芸術だった時代なんですけれども、いやいや、これからは会場でみんなが見れるものにするべきでしょうっていうふうに言い始めて、めちゃくちゃでっかい作品を書き出すんですね。で、確かにそうなんです。もうそのスケール感であったり、なんて言うんでしょうね、発想力っていうのもすっごく面白かったりするんですけれども、そこが魅力的で、さらには大きい作品たくさん書いてるんですけれども、決して大味ではない。よくよく見てみると、日本画の画材材料で、こんな描き方できますかっていうようなくらいに上手です。技巧が高いんですね。で、筆運びも確かだったりしますので、大胆でいるようで繊細っていうところも流子の魅力なんですね。作品は本当に面白い作家です。で、さらにですね、こちら、2、展示数が104件で、資料も充実とあります。この展覧会は回顧展っていうことで、非常に作品点数が多いですね。で、これなぜかというところなんですけれども、こちらなんですね。川端流子記念館さんっていうのが、これ記念館さんで出されている、所蔵作品集ですけれども、その流子が生前自ら建てた記念館になりまして、東京の大田区にあるんですけれども、作家自身が、所蔵していた作品っていうものを、今でも展示所蔵している、機関になりまして、この流子記念館さんの全面的な協力を今回の展覧会ではいただいてるんです。なので、作品もさることながら、資料の方も大変充実した展覧会になっています。さらにさらになんですけれども、この展覧会は、広島県立美術館さんで、ちょっと前に行われておりまして、で、私ども水野美術館が2会場目、この2館で企画をした展覧会になりまして、その担当者である、私高田 と、広島の方の陣内学芸員、この彼女と2人がですね流子をやっていく中で、流子にドハマり当然してしまったんですね。で、流子の資料をたくさん集めました。で、その貴重なもの、例えば、想定本であったりとか、流子が、挿絵画家だった頃のすごろくであったりとか、そういうものをですね、私たち個人のものも実は特別展示していますので、そのあたりも楽しんでいただけたらなという展覧会になっています。で、3番目、こちら、代表作がたくさんとあります。そうなんです。今回の展覧会はその流子記念館さんのもう多大なるご協力というのがありまして、本当にありがたいところなんですけれども、流子の代表作っていうのが続々出てくる展覧会なんですね。例えば草の実っていう、このチラシにもなっている、これ一部ですけれども、今時近代の
雑草、秋の雑草を描いたっていうものすごく、なんて言うんでしょうね、荘厳な作品なんですが、これ龍舎の中でも本当に代表作なんです。こちらも出品されます。でさらにはですね、戦争中に描かれた航路砲っていう作品ですとか、戦後直後に描いた爆弾懺悔、あるいはですね、和歌山市の市立博物館さんの方からご協力いただいた南皮図という作品、東京国立近代美術館さんでお持ちの真珠の曲、こちらもですね、龍舎にとってもすごく大事な作品になるんですけれども、そのあたり代表作がまあご覧いただけますね。豪華な展覧会になっています。そして、4番目、龍舎の生き様が面白いんですよ。もう龍舎ってその大きな作品描いた人だよねっていうのに加えて、ちょっとご存知の方ですと、あの日本美術院っていうのに最初所属をしていたんですね。横山大観が主催、あの中心になっていた、団体に最初所属をしていまして、でそこから多分反旗を翻してみたいなイメージが持ってらっしゃる方もいると思うんですが、脱退をちょっとセンセーショナルな形でしまして、そして清流社っていう自らの、在野団体っていうのを立ち上げて、その巨大な作品っていうのを描きますよっていうことで、会場芸術っていうのを掲げていく人なんですけれども、それだけじゃないんですよ。すごく面白いんです。戦争も経験していますし、その日本側に入る以前の話も結構ね、知っていくとすごく魅力的で面白いんですよね。まあ本当にその時代、まあ長生きだったんですけれども、80歳まで来たんですが、もう時代時代の、まあ今で言ったらインフルエンサー、ものすごく影響をすごく与えた人で、いろんな初めてをやった人です、実は。で、そんな龍舎の生き様に絡めてなんですけれども、この5番大事です。その龍舎の人物像に迫る業界初の回顧展なんですね、この展覧会は。生き様が非常に面白いこの龍舎、その人物像、それに注目しようっていうことで、作品を見ていただきながらも、龍舎って一体どんな人だったんだろうっていうことをたどって見ていただけるような展覧会になっています。こういうことって実は今まで行われて、ほとんど行われてこなかったんですね。龍舎の回顧展っていうのは今までもやられてきたんですけれども、いや、これはちょっと楽しみになってきましたね。で、最後、じゃん、6です。さあ、次は一体いつとありますね。川端龍舎の回顧展っていうのは過去にももちろんされてきました。ですが、こういったこうまとまった展覧会っていうのはなかなかやりにくいっていうことはちょっと言っておきたいんですね。これなぜかっていうと、先ほどから龍舎の作品大きい大きいっていうことをちょっと繰り返し言ってきましたけれども、その大きさっていうことが一個ちょっとネックになる部分もあるんですよ。正直会場をある意味こう選ぶような作品っていうものも多いのが川端龍舎の特徴になるんですね。ちょっとこうコンパクトな会場だったりしますと、幅が足りなくてもうちょっと飾れないよってなったりですとか、そもそも非常に大きいので、運ぶのもとっても大変です。変な話、保険をかけるのも大変なんです。で、そういう点もありながらも、今回はまあいろいろ、まあテーマも考えながらやるっていう展覧会になりますので、次いつ龍舎の回顧展、こういう大きなものを見られるかっていうと、いやー、一体いつなんでしょうっていうところなんですね。で、そう考えるとですよ、
作品魅力的104点もご覧いただけます。代表作がしかもたくさん見れます。生き様が面白い、その人物像に迫る初の回顧展、次は見ることができないかもしれません、こういう企画はと求めて考えてみると、もう行くしかありませんね。生誕135年記念川端龍子展、ぜひぜひ会場に足をお運びいただきたいなと思います。で、川端龍子の魅力ですとか、この展覧会に関しての情報なんですけれども、今後もこの YouTube の水の美術館のチャンネルの方で随時発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では会場でお待ちしています。